選考会ではベストが全然出なかったので、まあやまあ安心まあ、選んでいただけてよかったなという気持ちと、そのまだまだなレースでしかできなかったっていう課題を見つけるのが気持ちがすごく大きいです、はい、今まで苦手だった部分を、まあ、重点的にやってきたんですけど、そうするといいところがあんまりないレースになってしまったので、いいところもしっかり残したままっていうのをこれからしていきたいなと思います。今回前半がいい感じで入れたんですけど、持ち味である平泳ぎがからあんまり伸びなかったので、そこをもう少しやっていきたいなと思います。やっぱり周りで活躍されている選手を見て、やっぱり自分に足りなかったものはその努力であったり気持ちであったりするので、それがはっきり分かったっていうことが一番大きいかなと思います。4年に1回っていうことで、一番違ったのは周りの皆さんであったり、本当にオリンピックっていうのは憧れの舞台なので、すごく規模も違いますし、全ての雰囲気がちょっと違うなとは思いました。国際大会でしっかりベスト記録を更新することと、決勝の舞台で泳いで日本新記録を出すことが自分の目標です。そうですね、今まで本当に最年少だったり、まあ、本当に下の方だったんですけど、まあ、真ん中あたりくらいまで来たなっていうのはすごく実感したので、なので自分が先輩方にやってもらってたように、下の子にはすごく声をかけたりで、あと先輩方ともしっかりいつも楽しい話をさせていただいているので、それをこれからも続けていきたいなと思います。あー出たよ、出てましたではじゃあ自分のバタフライを見てください。バタフライ違いますか、じゃあ平泳ぎ見てください。弱気あじゃあ両方見てください。あ自分のレースを見ていただいた方は分かると思うんですけど、まあ、しっかりバタフライからついていって平泳ぎで前に出たいと思います。はい、応援よろしくお願いします。